のお姉さん、とどめを刺して。どうして？今なら私のことなんて簡単に殺せるでしょ。どうせ生きてたってこの世界に居場所なんてないし。私はリンゴ、アイオンのリンゴ。アイオン、急にどうしたの？永劫にありて刹那を見つめるもの、シンギュラリティの先触れ。簡単に言っちゃうと魔人街だよね。科学とエンジニアリングと魔術のハイブリッド、それが私なんだ。人じゃないの？あなたと同じにね。ねえナナ、世界は変わるよ。今にこの世界は私やナナみたいなのが大勢出てきて、もっと賑やかになる。そうじゃなくても羊なんて全然関係ない。見ててわかったでしょ？居場所は生まれなんかに決められるものじゃないよ。もしあなたの過去が全部嘘だって言うのなら、これから本当を始めればいい。今から連なる未来をいいものにすればいい。いいのかな？殺すために作られた私がそんなことを望んでも。いいに決まってるだろう。幸せを望んじゃいけない理由なんてこの世界のどこにもない。そもそもあなたに辛気臭い表情なんて似合わないと思うけれど。リンゴを見てみろよ。人間だからどうとか気にするだけ損だってわかんだろ。さ、やりたいことがあるなら私の手を取って食べに行かなきゃ。ヘイズルーンの新作。どうにかこうにか戻ってこられたな。もうクタクタだぜ。おじさんだもんね。重労働は体に響くよね。誰のせいだっつーの、まったく。そういえば前にナナは田舎から出てきたって話をしてたけどさ、その場所には実際に行ってみたの？え、おう、行ってないけど。あれは私が自分を人間だと思い込むためについた嘘だったんだし。だったら行ってみたら？そうだな。いい提案するじゃない。え、どういうこと？自分の生きる意味なんて実際にいろんな体験してみないとわかんないもんだよ。あなたの人生はこれから。だからこそもっとたくさんのものを見る必要があると思うな。もっと人と関わってみろよ。俺たちやマダム以外にもいろんな奴がいる。私が人と？ナナは一人じゃない。少なくとも俺たちがいる。生き抜いたその先にこそあなたにとっての答えはあるはずよ。みんなありがとう。